アデワヨア・アキンフェンワは、イングランド・ロンドン・イズリントン区出身のプロサッカー選手。ウィコム・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは FW。口述のように、サッカー選手離れした驚異的なフィジカルの持ち主として、カルト的人気を誇る。ワトフォード FC の下部組織出身だが、トップチームには昇格できず、リットアニアでプロデビュー。その後は、 ウェールズやイングランドの海クラブでプレーイングランドでプレー経験があるのはリーグ1まででフットボールリーグチャンピオンシップ及びプレミアリーグでのプレー経験はない。しかし2019から20シーズンに在籍したウィコムワンダラーズ FC でフットボールリーグ1で昇格プレーオフを制し念願の2部リーグに初挑戦することとなった。AFC ウィンブルドン在籍時 FA カップ2014から2153回戦、リバプール FC 戦で1ゴールを挙げるも1から2で敗れた。子供の頃はリバプール FC のファンでジョン・バーンズが憧れの選手だと語っている。子供の頃はムスリムの父親の影響でラマダムを行っていたが、現在は母と同じキリスト教徒である。アキンフェンはその強靭なフィジカルによってよく知られており、 フィファシリーズに登場する選手中、パワー値が最も高い。2014年9月には、リオファーディナンド、ジョージ・グローブスらと共に、フィファ15発売記念式典に出席した。体重は 101kg、ベンチプレスの最高値は 200kg である。ありがとうございます。